第28回衆議院議員総選挙は、1958年5月22日に、日本で行われた、国会議員の総選挙である。1955年10月の社会党再統一と、同年11月の保守合同により、保守政党の自由民主党と革新政党の日本社会党が対地される二大政党制、いわゆる55年体制が出現してから、初めての総選挙であった。 なお、鳩山一郎内閣の時に単純小選挙区制法案が提出されたが、世論に加え自民党内からも鳩マンダー批判を浴びたため参議院において審議未了で廃案となり、この総選挙は従来の中選挙区制により行われた。野党第一党である日本社会党の立候補者数は過半数を上回っている。投票率76.99%は、 男女普通選挙となってからでは最高の記録であり、2017年、現在も破られていない。このことは、二大政党選挙への関心の高さを伺わせる結果であった。自民党は、好調な経済発展を背景に、国民の支持を固め、日本国憲法に代わる自主憲法制定を主張して圧倒的多数の確保を目指した。前回は、日本民主党、 自由党両党公認だけで534人と定数を上回る候補が立ったことから候補者調整で定数内に抑えたが、かつての吉田茂と鳩山一郎の対立の異物である自由系と民主系との調整は難航し、定数を超える公認候補が立候補した選挙区も残った。それでも公認は413人と大幅に減少した。 公認候補の得票合計は2万票弱の増とほとんど変わらなかったが、候補者を絞ったことが構想し、保守系無所属の追加公認を含めると、自民党の議席数はほぼ現状維持となった。社会党の議席像が予想されていたことから、自民党には安堵感が漂った。ただし、 憲法改正発議に必要な衆議院総議席中3分の2の獲得にはわずかに及ばなかった。社会党は改憲阻止を主張し246人と過半数を上回る候補を立てた。前回の社会計算党合計は259人であり自民党より大幅に少ないとはいえ相対的に強気に候補を立てた。結果は単独で、 衆議院議席数の3分の1を超え、自民党による改憲発議の阻止に成功した。得票も192万票増えた。しかし、議席数自体はほとんど伸びず、55年体制のもう一方の担い手として、将来の政権獲得を視野に入れるという点では、敗北と考えられた。その後、1959年の第5回参院選で、 自民党の躍進を許したことから、党内の左右対立が激化し、左右派の西尾末広派は、同年9月に社会党を離脱して、1960年12月の次回総選挙では、新党の民社党として出馬した。共産党は、1955年6月の第6回全国協議会で1950年代、前半の武装闘総路線を放棄し、 党内の混乱を収集して臨んだ再生の選挙になったが当外からの視線は厳しかった上に大政党の対立に埋没して1949年に記録した35議席の回復にはほど遠かったまたこの選挙より全選挙区に候補を擁立する方針が始まったこの選挙は追加公認を含めると自民党社会党の両党で 定数467人中466人を、締め、二大政党以外は、共産党の一人だけだった。日本憲政史上、最も二大政党への議席集約が進んだ、選挙だった。社会党は、自民党の半分の議席を確保し、外交、防衛、憲法問題で、自民党と厳しく対立するが、長く野党第一党の地位に甘んじる。 一と二分の一大政党制が出現した。この与野党の議席比は、その後の民社党、公明党の登場や共産党の勢力拡大でも、急激には変化せず、また1960年の安保闘争なども、この選挙で構成された国会での激突で展開された。これらの点で、この総選挙は戦後日本政治史の大枠を定める、重要な意味を持った。 自民党社会党共産党諸派無所属補欠当選等。ありがとうございます。